神様の一人子であるイエス・キリストがこの世に来られて、全人類の罪のために十字架にかかってくださいました。イエス様がその命を代価として払ってくださり、私たちが神様との関係を持つことができ、神様との関係を回復してくださったということを聖書は語っています。イエス・キリストは十字架の上で死んで墓に葬られましたけれども、3日目に死に勝利して復活されました。そして今も生きておられる救い主として、あなたはもう罪と死から解放されて自由になりましたと語っておられます。このイエス・キリストを私の救い主、私の主と信じる人は神と共に生きる新しい人となると聖書は語ります。この新しい人の生活とは、聖書は上にあるものを求める、心に留めると語っています。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものに心を留め、地上のものに心は惹かれないようにしなさい。イエス・キリストはよみがえられて天に上げられ、神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださっていると語っています。ですから私たちの祈りの最後に、イエス・キリストのお名前によってお祈りしますとお祈りします。イエス様のお名前で祈るときに、イエス様が取りなしてくださる。イエス様は私たちの祈りに導かれ、私たちの祈りに応えてくださるお方であるということです。聖霊ご自身が言いようもないうめきを持って私たちのために取りなしてくださっている。死に勝利してよみがえられ、神の右の座におられて取りなしておられるイエス・キリストを思う、イエス・キリストを心に留めようということです。皆さんがどのような時代にあっても、どのような問題や苦難にあったとしても、イエス様を信じる者はイエス・キリストを心に留め、イエス様を求めるのです。そこに私のために取りなして最善に導いてくださる神様の勝利が、恵みがあるのです。この変化の激しい中で、イエス様があなたの祈りに耳を傾け、心寄せてあなたを励まし、慰め、導いてくださるお方です。